私は岡崎の美容学生。今日は中美生の一日を紹介します。まずはフラワーの授業。先生が何しても褒めてくれるので自己肯定感爆上がりです。続いては着付けの授業です。みんなで着せ合ったり自分で着たりします。この日友達はメイクが薄いようで顔の写りを気にしています。中美生の放課はみんなのお尻を叩き合ったり突進してきたりいろんなことがあります。続いてはシャンプーの授業です。アイモデルでシャンプーし合いますが、デコ全開の姿は恥ずかしいです。この日、私とペアだった子は、私のことをゆで卵みたいと言っていました。こんにちは。私たちはこのドライヤーが終わった後、ヘアアイロンのコンセント取りに汗を流しました。イエイイエイ。次はワインディングの授業です。先生に残りを指名されまいと、みんな一生懸命やっております。普段ふざけてるみんなが真剣に頑張るので何とも言えない空気感になります。こんな私もワインディングの時は集中して頑張っております。ちなみにね、今日着てるのはね、ママからもらったお気に入りの T シャツなの。それでは一日の大まかな流れです。まずは最寄りの東岡崎で降りて、そこから徒歩で歩きます。バッグにシミがついていました。ピヤーン。橋を渡り終わると校舎が見えてきました。とっても綺麗な校舎なのですごく目立ちます。玄関から入ったら学生証をタッチしてエレベーターで自分の教室へ登ります。エレベーターから出て少し歩くと、ここが私たち B 組の教室です。とある授業中、友達が仲間になりたそうな目でこっちをじっと見ていました。帰りは友達と一緒に翼を生やして空を飛んだりバンジージャンプをして帰ります。下校後は家の美容院で好きに髪を染めたり、バイトが嫌すぎて千原ジュニアみたいな顔をしていたりと楽しい生活を送っています。みんなもぜひ中部美容専門学校に入学してね。待ってます。